待たせしました、皆さん。おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも。今日の7月？今日は何日だ？ 7 月の5日、水曜日、模擬曜日を担当する中西アルノです。ごめんなさい、本当に。すまん。今日は皆さん何してました？私は、そう、今日はね、なんかすごいついてない日だったな、いろいろ。私はね、今日何してたかっていうと、朝お仕事があって、その後お家に帰って鍋作って、で、なんか、で、池田さんがなんか食べたいみたいな連絡来たからあげて、でその後またお仕事行ってここに来たという感じになってます。皆さん何してたんですか？何何？まあ鍋とかそういうあれこれって感じです。何鍋食べたの？なんかごま豆乳鍋みたいなやつ。でも最近ね、鍋ばっかり作ってるんだよ、自分で。うなぎ食べてた。いいな。なんか、いいじゃん。夏ってさ、そういうもの食べて体力つけないとみたいなとこあるよね。私を待ってた？そうなの？みんな。俳句考えてた。嘘つけ。嘘でしょ？嘘でしょ？まあ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 。じゃあ、どうしようかな。とりあえず、乃木曜日選手権でもやるか。寝坊したかと思ったら違うよ。だから、この時間に寝坊するってどういうこと？あまりにもさ、生活リズム狂いすぎじゃない？さすがにそんなことはない。じゃあ、乃木選手権いきますか。今週の競技は、金曜日が七夕っちゅうことで、七夕飾りを作ろうっていうことらしい。で、60秒の間で、こう、輪っかを何個つなげられるかっていうこと。らしいので、私はやっていこうかなと思いますよ、早速。こんな感じにやるらしい。で、この間の火曜日、松尾さんが5個。いや、でも私これ賞賛あるんだけどな。まあ、とりあえずちょっと、まあ、頑張りたいと思いますわ。これ、どれ、海苔があって、あ、そっか、海苔とハサミがあれ、どれ違うのか。じゃあ、ちょっと、いきますよ。いきます。ほい。あ、やばい、むずいかも。よいしょ。いや、でも、ああ、むずい、むずい、むずい。むずいよ、めっちゃむずい、これ。これは。敗北の兆ししか見えないよ。みんな助けて。私こういうのさ、ちっちゃい頃から不器用なんだよ。なんていうの、蝶々結びとかもできなかったの。一人だけ。最後まで。あー、終わっちゃった。ストップ。ということで、つなげました。お？ 1、2、3。4、5、6個、6個できた。6個できた、6個できた。怪我してないか心配。大丈夫。そこまで、あれじゃないよ。
どこ6個でした。いや、なんかいける気がした ちぎっただけじゃん そんなことないよ。いや、でも結構これむずいぞ。不器用めっちゃ言うじゃん。じゃあやってみなって。でもとりあえず勝ったよ。とりあえず1勝。よし、中西6個できたー。よし、とりあえずいいじゃん。明日、明後日どなたが来るか分かんないけど、勝ち逃げできたらいいな。なんてこともありつつ、まあ真夏の全国ツアーもありましたね、皆さん。そう、始まりましたね、始まりましたね。北海道暑かった。いや、涼しかったよ。なんか、いや、ライブ中はめっちゃ暑いよ。暑いんだけど、外出た瞬間とか、ああ、涼しいなって。あ、すごい。サイリウム降ってる。なんかさ、北海道で、一回、そうな、空港かなんか着いた時に、あれ暑いなって思ったんだけど、その日の東京の気温調べたらなんか30何度とかあって、いや、なんか東京今いなくてよかったって思った。スープカレー食べた食べたね。ちょっとね、ちょっと胃もたれしたの。でも本当にあれだよね、私も二十歳というかさ、なんか20代を感じたわ。20代になってすぐその小腸を食べて胃もたれして、なんかそれ以降なんかちょっとしやすくなっちゃったんだよね。影慣れ良かったよ。影慣れ、そう、北海道の2日目、影慣れ担当させてもらったんですけど、すっごいもうね、ぐっちゃぐちゃだったよ 本当にぐちゃぐちゃだった。噛みすぎて年取ったね。ほんと静かにしてください。本当に取ってないよ。取ってはない。まあ、まだまだいける。めっちゃ噛んでた。ああ、そう。なんか、いや、池田さんとね、その冒頭をどうやって始まるかみたいな ことばっかり話してたの。結局、お世話になっております。池田テレサです。中西アルノです。っていうので始まったんだけど、それまでね、なんだっけ、お世話になっておりますじゃなくて、なんかチョリースで始めるとか言って話してたのね。で、そんなふざけたことばっかり話してたからさ、読み分けをね、決めてなくて だからさ、どっち読むどっち読むとかってその場でやって、もうぐっちゃぐちゃになっちゃった。池田さんも噛み噛み。あー、いや、でも噛んでたと思うけど、その私がね、噛みすぎちゃって、なんか相方の噛んでるところをね、なんか見る余裕がなかった。オズワルドみたいな。いや、だからそのオズワルドさんのをちょっとあれですよ、オマージュと言いますかっていうのをね。おー、すごい。なんかこれ何、キキララキキララじゃねえか、ね、違うわ まあみたいなこともあり あと何を話そうと思ったんだっけな ちょっと待って、聞き入れに飛んでちゃった あ、そう、最近めちゃくちゃ見たい映画があるって話をしたくて、あれを今上映中なのかな、プーさんのさ、なんだっけ、キラープーさんみたいなやつ。プーさんのその作者が亡くなってから何年も経ったから、もう著作権が切れちゃって、なんかもうフリー素材になっちゃったの、プーさんが。で、それで今なんかとんでもないホラー映画ができてるっていうのを聞いて、私今めちゃくちゃそれ見たいんだよね。なかなかちょっと映画館行けなくて、
あ、そう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 。あれめっちゃ見たいよね。プラットフォーム見たことある？あるよ。上から飯が落ちてくるみたいなやつ。なんか社会やゆっぽい映画。前日のリハ大変でした。まあ、そうだね。大変だった。とても。とてもとても。いや、でもね、なんかそのみんなで頑張ったからこそ、まあ、きっと、すごくいいものができてんじゃないかなって思う。上からメッシが落ちてくる。じゃ、メッシ、それはサッカー選手だから。メッシじゃなくて、ご飯、え、私、飯ってさ、嘘今。ほんと、ご飯がね、落ちてくるの。ご飯が、このなんか、ちょっと説明するの、あれなんだけど、こうなんか、段々があって、こう、階層みたいな。で、ご飯がね、上の人に渡されるわけ。で、上の人たちが食べるのよ。で、その残飯が次の下の階層の人たちが食べて、みたいになってっから、もうなんか下の方に行くと、もう本当に人が食べれたようなものじゃないみたいなものがね、なんかあって、うんぬんかんぬんみたいな。映画でございます。依田さんとあやちゃん間違えちゃったもんね。そうなんだよ。これトーク撮ってくれてる人はわかるかもしれないんだけど、北海道公演でさ、ケータリングにあやがいると思っケータリングの場にあやがいると思ってさ、こうあやがいてさ、あやをこうやって袖での髪をね、パサ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 ってやったらさ、依田さんが「今私に何かした？」って振り返ってさ、もう。すいませんってなったんですよね。なんかね、背格好が似てたの。なんか髪色とか、依田さんが多分ちょっと暗めにしたのかな、わかんないんだけど。でそれ、あやはちょっと地毛からちょっと明るいし、なんかで、あと背丈とか髪とか、なんかフォルムがそっくりやったの、後ろから見たら。ヨダちゃんめっちゃ怖いよ。いや、どうしよう、本当にごめんなさい。髪の毛も明るくしてたし、謝罪の LINE を入れなきゃな。でもその後、もう全然こういう絡みしてくれていいからねって声かけてくれた。 なんでさ、そのみんなの中でさ、その依田さんが怖い存在みたいな扱いになってる。よくわからない。真夏のほら、あ、本当よ、涼しくなったよ。どうしようかな。あ、まあ。じゃ、ちょっと、まあ、前日のことも話しつつ、あと次は大阪か。大阪。楽しみだね。なんだなんだ。スキンシップになったのでは。スキンシップって言ってへんかな、あれ。いい？あれで、ヨダさんと仲良くなったことにしちゃっていいかな。USJ 行こう、いいの。なんか、そういうさ、現場行く体力、私、なんか最近なくなってきたんじゃないかなってちょっと思い始めた、自分。そういう、なんて、遊園地みたいなのさ。あとなんだろうな。お、そうだ。いろいろ告知がありあり。8月23日に33枚目シングル発売が決定いたしました。あ、皆さん、あ、我らが井上凪大先生の初センターですからね。本当に楽しみにしててくださいよ。なんてこともありつつ、そうだな。あ、あと、いつだっけだ？いつだっけだ？いつだ？あとなんだっけ？あと、あ、そうだ。7月の19日、7月の19日に、TV ライフさんに、NHK 俳句のことで取材をしていただき、掲載していただくことになっておりますので、
よろしくお願いいたします。あと8月の、8月のいつだっけか、ちょっと待って、8月のいつかにボムさんに掲載していただきます。8月の、8月9日です。8月9日にボムさんでグラビア掲載していただくことになりまして、ぜひチェックしていただいたらいいなと思います。そうだな。あと、乃木坂工事中、来週のかな、私確か多分出てる、ドッキリ仕掛け合うやつ、私出てるので、多分なんかチェックしてくれたら嬉しいです。そうだな。ついに来た。バナナマンさんで、そう、なんかお話ししてくださってたみたいだね、バナナマンさんが。そう、でも私その企画とかでもなんかすごいとんでもないことを口走った記憶がないんだよ。そんなすっごいとんでもないことだから、なんでだろうと思ってるんですが みたいな。で、宿題を忘れてた、宿題。松尾さんからの宿題、千葉県のおすすめの場所。ね、これディズニー以外でしょ。もうこれさ、めちゃくちゃ悩んだんだけど、ね、もう分かんないんだけど、行ったことないけど、市原ゾウの国とか行ったら、ゾウ乗れるらしいですよ。あとは何だろうな。松尾さん、千葉だよ。てか、小学校一緒だし。図書委員で一緒だった。ちなみに言うとね、小学生の頃めちゃく小学生の頃からめちゃくちゃ可愛かったからね、松尾さん。もう私たち小学生の頃なんかさ、そんな可愛い子なんかさ、まあ高校生ぐらいの思春期だったら話題になったりするかもしれないけどさ、めっちゃ本当にね、目引くぐらい可愛かった、小学生の頃から。で、まさか乃木坂入ったんだってみたいなこと同級生から聞いて、やっぱあの子可愛かったもんなーってなった記憶がある。そう、一応ね、松尾さんの方がね、年下になるんです。私の方が年上だけど、全然なんかそんな感じしないよね。なんだろう、背とかもあるし。まあでも市原ぞうの国、あとは、あと何だろうな、何だろうな、いや千葉ね、何、イクスピアリとか、それディズニーに入る？イクスピアリとか言ったら、なんかしらあんじゃないかな。私イクスピアリになんか東宝シネマズがあって、なんかそこのね、東宝シネマズの入り口のところがなんか広場みたいになっててね、なんかこうドームみたいになってんので、そこに「わ」って言うとこだまするんよ、やまびこみたいに「わ」って。なんか それが楽しいくらいかな。千葉ってそんな何にもないぞ。千葉の幕張のイオンモール、でも私イオンモールそんな行ったことなくて、幕張のイオンモールのさに、なんだっけ、ケニーみたいなね、名前の爬虫類ショップがあるの。それはどうだろう、競馬場2つあるよね。競馬はしません、私は ギャンブルはしないよ。でもおばあちゃんにめちゃくちゃ教えてもらってたな、ブラックジャックとか、あとなんだろう、インディアンポーカーとか、あとチンチロリンとか 教えてもらってました、おばあちゃんから。
なんだろうな。千葉港の堤防をよく釣れる。へえ、そうなんだ。お魚？私さ、乃木動画でね、魚を釣りに行ったんですよ。いや、でもこれあんまり言わない方がいいんだけど、まあそんなにあれだったんですよ。それでそういうことだったんですけど。もうさ、魚、ちょっとやっぱりご機嫌に左右されちゃうから、お魚って。あとなんだろうな。負けると力労働するやつ。何それ、カイジみたいなこと。そんな命かかってないから大丈夫。ディープインパクトはどこから？もちろん競馬の馬から取ったんだけど。まあ、やっぱりその滑車を走る様が、なんか、そのディープインパクトを思わせるっていうのもあるし、あと、なんか強そうな名前が良かったの。で、まあディープインパクトって映画も、まあもちろん、まあそこにかかってるかっていうとあれなんだけど、だから、良くない？ディープインパクトってさ、その重々しさがあるじゃん、名前に。そう。千葉のおすすめの場所結局一つもありませんでした。そんなことないよ。そんなことないけど、そんなことない。いやでも、交通の便でね、やっぱまたキキララがいる。東京にも行きやすいし、程よく田舎だし、なんていうの、ちょっと、銚子の方とか行ったら、海鮮とかも美味しいし、なんか海もあり、山もあり、都会でもありみたいな。房総半島遠いよ。あれはもう、千葉、足元だもん。みたいなこともあり。いた。なんだろう。なんか、めっちゃふんづけたんだけど。ポケットにサメの歯入ってた。 どういうこと？ あ、そうだ、思い出した。これ、ま、いつかのロケでね、もらったの、サメの歯。ビビった。 痛かったわ。 サメの歯ポケットに入ってた。 まあ、みたいなこともあって。で、そうだな。ああ、そう。え、何？ちょっと待って。サメのパジャマ、そう、サメのパジャマ最近買ったの。たまたま、友達と買い物に行ってたら、見つけて、めっちゃ可愛いと思ってね、サメのパジャマ、買った。ちょっと今度、トークとかで送るね。なんか、テロンテロンで可愛いよ。サメの歯出てきてたのに全部なんか持ってかれちゃったな。なんだここで、なんか次回メンバーのあれに、次回メンバーに宿題を出そうと思います。明日のメンバーは黒見遥さんです。黒見先輩ですわ。宿題どうしようか。まあちょっと、まあみんなと一緒に考えつつ、どっか行きつつかなと思うんですけど、なんかみんなでちょっと宿題考えようよ。今日はギリギリじゃない、スタッフさんが指定してくれております。 いつもあまりにも間に合わないからさ。そういえばさ、そのコメントでカマキリで思い出したんだけどさ、小学校の頃ね、なんかクラスの男の子がさ、ポケットにさ、カマキリの卵入れてて、それが授業中に孵化したことあったんだよね。すごかったな、わらわらしてて。すっごいどうでもいい話しちゃった。あとなんだろう。
あ、でも明日は、まあ、7月6日か。あとなんだろう。みんな、カマキリ拳法ってなんやねん。 いや、まあ、クロミさん、そう、あ、北海道のケータリングはね、じゃがポックル食べました。ホタテ味。美味しかった。とても。とは、氷室で自己紹介。なんで？ それやってんの誰だっけ？私、あれ、ぺこぱさんだっけ？がやってるの。あー、くろみさんであいうえお作文いいな。そうだな。七夕でのエピソードね。七夕なんかさ、エピソードある？短冊に願い事、私書いてたのなんかさ、小学校の記憶しかないな。くろみさんのお家にお泊まりに行ってほしい。いやー、もう5期生みんなで押しかけますか。いや、でもなんかそういうことしたらさ、普通はさ、絶対迷惑なのにさ、絶対そんなこと、もうなんていうの、なんていうの、もう一切そんなこと感じさせないというか、クロミさんめちゃくちゃいい人。そうだなー。そう、器が大きいんですよ。ああ、セイラさんとの思い出か。そっか。そうなんだよね。セイラさんが卒業しちゃうからさ。私、とある曲でね、セイラさんとね、隣になる時があるのね。で、それがね、もうめっちゃ、うーわ、その曲で隣になるかっていうタイミングで隣になるの。なんか、しかもすごく目を合わせられるし、なんかこう、近づけるから、なんかこう、ね、こう大阪の2日目で卒業しちゃうけど、なんかね、なんか最後にもらった特等席みたいなものだなって、もうそろそろ決めないと時間がだと。おい、どうちょっと決めてないよ。もう結局早く宿題のことについて触れたのに、もうなんでもう自分はこんなに使えないんだろう。今北産業じゃないよ、もうあと2分で終わっちゃうよ。もうどうしたらいいの。ごめんね、八つ当たりしちゃった。 どうしよう、どうする。ちょっとみんな考えよう。なんだ、あー、セイラさんとの思い出、やっぱそれいいんじゃない、聞きたいでしょみんな。あー、でもセイラさん、そっか、まあでもセイラさん聞くんだったらさ、ゆりさんのも聞きたいから、なんか4期生さんでの一番の思い出聞こうかな。なんだろうね、一番の思い出。でもなんかいろんなところでこすられてるかな。すごい雑誌とかのあれで聞かれてたりするかな。1、あ、待って、あと30秒しかないぞ。一番の、あ、もう いいね。ちょっと待って。カブト、ねえ、カブトムシって、なんかさ、みんな、このわけを、みんな、ひどいよ、諦めろってコメントしか流れてこない。OK。思い出は、何ですか？ OK、ちょっと、後でちゃんと丁寧に書き直します。という感じでございました。とりあえず、今日の乃木曜日の、水曜日は、終わりになります。
ありがとうございました。乃木曜日の次回乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは今日のお相手は私中西アルノでした。ごめんね、バイバイ。みんな遅くまで付き合ってくれてありがとう。バイバイ。